もういいですか？何？もういいですか？こっち来ないのか？あのね、私電話したのは、説明をしようと思ったけども、もうあなたのような、そういうような話しぶりをされる方に、説明しようという意思がなくなりましたよ。あ、なくなったの？はい。いいですか？どうぞ。私もだから録音してるものを公開しますので、お互いやりましょう。はい、今あなたの電話録音させていただきましたので、若い人も何でも電話させてるけども出なくて、この時間に何で電話したの僕に。いや、だから説明しようと思ったけども。いや、この時間に俺が酒飲んでる、分かっとって、何で電話したの。知りません。あなたが酒を飲んでるかどうか私は存じ上げません。まあ、いずれにしても、あなた冒頭相当暴言を吐かれてるので、そうなの？はい、もう結構です。私は別にあなたに何をされようが構いません。どうぞ、あなたの方も YouTube 上げてください。私も YouTube 上げます。YouTube 上げたりそういうこと知らないから。はい、私はやります。どうぞ、あなたの方で、録音をお持ちだということなので、録音あるよ。はい。警察でも裁判所でもメディアでも。はい、どうぞ。はい、失礼します。はい、ありがとうございました。ちょっとね、今日、これ、どこやって切るかな？ちょっとね、酔っ払いの人をね、越谷市の山田くんがね、今日、これいけるかな？僕ね、対応してくれたんですけど、ちょっと僕もね、9時ぐらいに確かに行くと約束をしてたんですよ。ただ、それまでにちょっと電話が1件入って、この電話が2時間ぐらいかかりましてですね、今11時半なんですけど、で、途中でもうこの携帯電話の電池がまあ切れるぐらいまで、で、もちろん電話をした、2時間ぐらい電話してた相手っていうのが、まあ、新宿区のですね、犯罪のちょっと通報でして、これにすごく、まあ、話を取られまして。で、まあ、弁護士さんにちょっと、その、通報してくれた方に、弁護士と連絡取ってるということで、最終的には、そういうところで収まったんですね。で、僕今、帰ってきてですね、これ、神田のスロットマシンちょっと遊びに行ってたんです。6時20分ぐらいから8時までやってたんですよね。で、まあ、息抜きも必要だと思って行って、で、この方のところに9時に行こうと思ってたんですけども、まあ、ちょっと何件か電話入っててかけて行ったら、まあ、ちょっと重要な電話があったので行けなかったと。で、ちょっと謝罪のために僕電話をかけたつもりなんですが、冒頭聞いていただいた通り、
まあこう攻撃的なわけですよね。でもさすがにこんな人とかにもうわざわざ会いに行く必要性はないだろうということで、とにかくね、僕は約束したことは事実ですよ。でもこの人がですね、まあ今酒飲んでるの分かってる、会ったことない人ですからね、ちなみに。だから、全然国会の方にお越しいただくっていうこととか、電話で話するのは全然いいですけども、ちょっとさすがにね、ここまで、暴力的にお話しされるっていう方と、これ以上、まあ、会って話をする必要性はないかなと思ってます。以上です。終わります。で、ちょっと新宿の方がちょっとね、本当に、新宿の、これは分からないですよ。新宿の職員が犯罪をしているということなので、その事実について、まあ、10日前にちょっとお母さんが亡くなったということで、まあ、弁護士さんに相談しているということなので、ちょっとその状況をですね、まあ、相談者がちょっと本当にトンチンカンなことを言ってるんだけど、ヒアリングに2時間40分くらいかかったんですよ。で、神田で終わって今僕、電車を乗ってね、有楽町まで電車で乗って、浜松町かまで乗って、そこからタクシー帰ってきたんですけど、まあまあまあ、スロットマシンしてるだけで、僕を批判するツイッターもあったりとかね、いや、さすがにちょっとぐらいスロットマシンしてもいいじゃんって。ゲームセンターのスロットだよ。でも、こうやってね、酔っ払い泣いてをね、電話ですけどしてるとか、スロットマシンするだけでちょっとね、ディスられるっていうか批判されるっていうのも日本って平和だなと思いますね。以上です。 NHK をぶっ壊す。